I'm not afraid to die.
It's not acceptable to call me a nigger. It's not acceptable to call me a spic. To call me a chink. To call me a fag. It's not acceptable to call me a kike. It is not acceptable to call me a retard or call yourself or your friends retarded when they do something foolish. The R word is the same as every minority slur. Treat it that way and don't use it. Spread the word to end the word. Hulk Hogan.
You have what it takes to be the most powerful person in the entire universe. The ultimate warrior. The ultimate warrior. さらに今の時の流れ、おっと、空中しろ、なんつかあれは本当に。
本当に彼はうまいですね。うまいですね。激戦の時流れうまい。危なさでした。レフェンとしてはせっかく積み上げてきた有利が失敗され焦ること。ディフ、ディフ、あとこれは戻るか。ディフ、ジャンプないぞ。ジャンプ、おっと激戦。一戦目はレフェン、一戦目はレフェンが取りました。さあ終始レフェンが先にストックを取っていくという流れになりますね。そうですね、はい、そしてまあまあ、ちょっと危ない、危ないことになりそうでしたけど、ね、はい、結局リフレクターの力ですね、はいはいはい、はい、というわけ で、ね、2試合目は皆さんご存知ユーストキング大好きな選手終点です。さあ早速あれ投げるはしない、リンプが入ってるのか、まあ、最初は難しいですからね投げる。そうですね、はい、ここからテイルを出さない、テイルを出さないですね。安定的なコンボを取るんです。上うまえどうだよ。いい流れを作ってました。はい、あ、即死コンボやっぱりですね。これがミスミング、何よあれこれは、おっと緊張してきてるか。ミューズキングガール、これはミューズキングの死亡フラグとして有名です。あった、やはり死亡フラグだった。死亡フラグでしたね。いやー、死亡フラグは本当にすごいですね。さあまた並びましたか。おっと、あとまた死亡フラグなるか。踏む前、あとそのまま先端出すんですね。はい、これはおっと踏ました。おっと、なんですけど上投げ、踏む前の裏手からの踏む前、メテオですね。はい、上投げれが始まる。しかしほとんど致命的なダメージになってしまった。そうですね、しかしコピーに対してリフヒット撃墜。これまだまだいけるんですね。そうですね、まだまだいきます。ボックスさんならリフでこっちがまだできる。そうですね、おっと上を使い始める。おっとダッシュで掴まれる。おっと離れる回避を読まれている。そうですね、全読みが本当に前変化低かったですね。さすがにね、空中あの転がり回避した後は少し楽しむことが多いです。さあ崖待ち焦ってしまう。これはおっちいちり空中へジャンプも取れないですね。はい、まだジャンプはない。これは着地失敗してしまった。ビエが当たった。あと上投げ。そのまま。クリバイ。さあゲームを狙う。クリバイ。おお。ああ。決勝来るのかな。あと捕まれる。ああ。ニュースさすがにニュースゲームは立ち回る。はい、あと。これは低い。このまま死ぬのかな。これは戻れない。試合目を制したのはミーツキング。はい、会場が沸きます。 USA コールです。 USA コールですね。まあある程度分かってたんですけどね。はい、あのまあ終点でしたら、まあ通りた、おっと、まあスタジアム、なるほどスタジアムですから、マルサちょっとね、フォックス出そう。はい、最近こそフォックス対決に、はい、自信があるミーツキング。あ、そうなんですね。はいはい、特に2試合、おっと、これは撃墜になるか。おっと戻るか。あとこれは低い。復帰阻止うまいんですけど、本当にミズキンが復帰阻止がうまいですね。そうですね。さあまだまだノーダメージのレフェンといってる間にリバー入る。これは戻るか。危なかったですけど、はい、あ、まだまだ進め的なダメージ入らない。グッパーウエスマンを出すんですけど、おっとすごい低いところに飛んだ。はいはい、まあ、ダッシュ A からのウエスマンチで取り出すのがあったんです。おっとリフを華麗に避けまくって最後に掴んでるウエスマンチ。ほんとダッシュダンスカセンうまいですね。そうですね、おっとディープならない。Hey, listen. I know you saw my match and that BS and CM Punk got on me. I just wanted to be the first to let you know congratulations on your event a few weeks ago.
But I got this memo from Boss Lady earlier tonight. And in the event that I would lose, if we're better now, a chance, she needs me to take this spot in the Athena Challenge. Now, don't get me wrong, I understand your frustrations, and if I was in your position, I'd be the same amount of angry, but Boss's way, how are we? We have to think about the group page. My daughter's disappeared. People died, and she went missing. The most we can hope for is that what we want is worth the evil we do. I think it's time we take back our town. Defiance premieres Thursday, June 19th at 8, only on Sci-Fi. Imagine greater.
ちなみにゲンプというのは早期撃墜ということです。そうですね。おっと斜めシャッチですが高度はちょっと高かった。さあ相手が引く分だけ深く走ってから DA とかちゃんとステップ戦の基本がもちろんできます。そうです、ね、おっと受け身確認からのウェスマッシュ転がりやはり見てからウェスマッシュができしやすいですね。そうですね、はい、その場を受けるのはちょっと難しいです。ちょっと難しいですね。準備しないと。はい、繰り返せるか。これは死ぬんですね。はい、しますね。これは届かない、はい、ジャンプが残らない状態で、はい、やっぱりあのリフクだったら絶対死ぬ、はい、基本的に死ますね、はい、あとこれは言いたいんですけどね。痛いですね。なんか聞いたことない撮影ですね。ベン・レフ・ベンズ、レフ・レフ・レフ・レッツゴーレッツかな。ちょっと聞き取りやすいんですけど、ね、はいはい、いや私も聞いたことないですよ。よいしょ、あーっと絶妙なフック角度、はいはい、空上からのミスマッシュで撃墜。リフオッケー、いい感じで奈良で守ります。イーブンですね、はい、あー上投げ空中へ、おっ おっといい感じで当たらない。さあ USA コール、 USA コール、ミュージックキングコールは死亡フラグなのでやめたか。ステップ合戦、相手が引けばその分だけ深く攻めればいいという。おっとリフ、おっとダウンしていない。ダウンしてないんですね、はい、これはステージのせいで、はい、沈んでいく台によってエッジキャンセルされました。おっと来たか、シュート固まったところ掴み、これは不規則ならず。さあダメージかなり溜まってきた。しかし引けるとおっと引いていく。藤田ダウンした、これは DA、 おっと先にエレファンが掴んでいた。危ない危ない、後ろ、おっと後ろ、おっと DA、 よしよし、これは戻るか、藤田後ろ、おっと燃えてしまう。さすがにこれは戻ってしまう。藤田後ろ、さあこれどっちかかってもおかしくない。あー投げ藤田後ろ、さあフックスシの流れになる。これはレフェン戻れるか、DA 受け身確認、ウエストジュ間に合わない。遅かった、はい、少し遅かったです。まだまだ続く、あとこれこれはあっと崖絶にして、崖絶にしたすまで、はい、あーちょっともったいないかもしれないですね。そうですね、いい勝負でした。ミスキングコール、なるほど、あの試合の真ん中の間でそのコールやったら死亡フラグじゃないみたいな。そうですね。そうそう、はいはいはい、なるほど、ミスキングのファンも学びました。さあ受ける確認、ウエストッシュこれは戻れる、おっとしゃがんで DA したきょう、おっと駅を振るのがちょっと早すぎたか、ね、ちょっと分かんないですね。そうですね、おっとこれはあー後ろにいった、これは低い、これはさすがに戻れない。さすがにですね、はい、レフトも掛け説ミスが少し多すぎて、そうですね、緊張してきてるようですね。崖登りジャンプが増えてきてます。おと、これはリフからのリフ、リフはあのベクトルがベクトルが0度なので、基本的にこれとはすぐに地面に激突するのでいいんですけど、そうですね、たまにね地面に激突するのにああいうふうに吹っ飛んでいくと攻撃がかなり厳しくなりますね。そうですね、おと、横強キング、これはダメージ溜めずに殺していきたい。おっと、あった、これは荒れるぞ。ミスキングとしてはあまり勝負したくない。おっと、しかしうまい感じでこれは復帰阻止成功、いい感じで取り直しました。このステージなのにですね、はい、いい感じに地形を利用しました、はい、おっと、ウィッチョ、これは荒れるぞ、真ん中に行くと。さあ、ウィッチョでドリルを狩る。後ろ向きフォックス、本当に硬い、硬いですね、はい、さあ置き攻めから手堅い火力を取っていく。このゲーム本当に確認による置き攻めが大事。いえ、おー、あー確認したんですがちょっと遅れましたね。そうですね、これは戻れるか、戻る、あ後ろ下スマッシュ、あとあちょっと飛ぶのが早すぎたか。そうですね、しかしまあ、ちょっと絶妙な角度でしたね、はい、
依然として音ドリルにかかった。さあいい勝負、ミツキングはさっさとゲームして勝負を決めたい。上投げ、あ、前投げだった。上中傷手形にダメージ溜めていくことを考えてるのか。さあ早く殺したいがなかなか、さあすまじゅう、これは戻れない。そしてそのままミュウツーキング勝利。いや、ミュウツーキングの火力ですね、本当に高い、はい、あの レフェンは、まあ、各試合最初に、まあ、結構、まあ、立ち回りのところで、まあ、いけたんですけど、はい、まあ、火力的にミュウツーキングの方がやっぱり上でしたしね、はい、上投げといい、はい、あのまあ、後ろ投げといい、はい、あのまあ、
まあ、マルソン選手、あ、なるほどですね、レフィンさんはできなかったんですか、まあ、俺にもやらせると思います、はいはい、レフェンの最大の特徴といえば本当に美しいとも言える崖絶句です、崖絶句ですね、そうですね、この精度どうやって皆さん本当に知りたいですか、こんなステージか、崖絶句の精度、はいはいはい、これはこのうまさどうやって習得するのか、練習しかないです ですよね、もやっててもできないやっててもね、はい、はい、まあ、私だってもう崖絶句、はい、毎日毎日練習してますけど、はい、やってますけどね、まあ、できる日もできない日もあるんですかね、日によってね、練習してもしたら、はい、まあ、できたりできなかったですけど、まあ、これこそスマブラダラックス、はい、自分結局自分との戦いですね、はい、あと早速上投げ空上さしまだダウンしない、ね、上投げ空中で上、ここからそうそうそう行くぞ上投げ上投げ受け身見てから空中しろ、いい感じで確認します、空中しろ、おっとダウンする、空中しろ、空中しろ、どんどんダメージ溜まっていく、あと上スマッシュでこうするか、おっとこれはおっと超えた、チリチリ、おっとしかし戻る、おっと崖離し空、崖つかまるよ、しっかり読んで空中しろで狩る、いい一点読みです、さあミュースキング、これは巻き返せるか、空中へ、空中へ入らない、はい、前投げ、下投げ、これは戻れるか、戻れる、確認が早い、空上、空中しろ、さあずらされるのを考慮して後ろ空中しろで無難にダメージを取って、あ下投げ、空中下、崖節も上手いですけど、はい、崖節も復帰も上手いです、おっと突き突き突きわーっとしっかり DA を呼んでいて、でかいですけどガードでしました、はい、判定できますね、はい、さあレフェン乗るに乗っているリフ、リフ、はい、ほら上リフキック、はい、戻れる、はい、これ戻りますね、はい、崖ですが美しい、本当に美しい、はい、美しいです、おっとおっと絶好でめくりよくスマッシュ、結局そういうバスとしてた、はい、まあ、こういうの本当にしかし、ミューツキングポップ、あとギブか、ギブにはならない、ならないですね、はい、依然として1ストックも有利なレフェン、このまま有利を反動するか、おっと先端、先端、しかしこれはおっと、あといい感じで上に復帰を読んでいた、歓声が湧く、やっとミューツキングっぽい、そうですね、激痛になりましたね、はい、上投げ、上投げ、上投げ、あっとリフで追い込まれる、あでもリフで、おっと、ウソシュ、これは激痛、横ですね、激痛ですね、やっぱりヨシシと狭いんですから、はい、あ依然として一足有利は保たれるが、これでウソシになるか、まだダウンしませんね、ウソシュ、さらにまた吹きの流れ、おっと、空中しろ、空中しろ、なんですか、あれは本当に彼は上手いですね、上手いですね、激痛に出て流れ上手い、まあ、レフェンとしてはせっかく積み上げてきた有利が突き出され焦るところ、クッション、リフ、レフ、おっと、これは戻るか、リフ、ジャンプないぞ、ジャンプ、おっと、激戦、一戦目はレフェン、一戦目はレフェンが取りました、さあ終始レフェンが先にストップを取っていくという流れになりますね、そうですね、はい、そしてまあ、まあ、ちょっと危ないところに なりそうでしたけど、そうですね、はい、結局リフレクターの力ですね、はいはいはい、はい、というわけで、ね、2試合目は皆さんご存知ユースキング大好きなステージ終点ですさあ早速あれあ投げるはしないギンプがやってるのか、まあ、最初は難しいですからね、投げればそうですね、はい、ここからもうテール出さない、テールは出さないですね、安定的なコンボを取る、上上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 上いい流れを取ってました、はい、あ即死コンボ、やっぱりですね、これがミューツキング、
作業。あれこれはおっとちょっと緊張してきてるか。ミューズキングガール、これはミューズキングの死亡フラグとして有名です。あったやはり死亡フラグだった。やっぱ死亡フラグでしたね。あいや死亡フラグは本当にすごいですね。さあまた並びました。おっと、あとまた即死亡になるか。踏む前あとそのまま先端出すんですね。はい、これはおっと踏ました。おっとなんですけど上投げ、踏む前の裏手からの踏む前、メテオですね。はい、上投げれが始まる。上先端が当たらず。さあしかしほとんど致命的なダメージになってしまった。そうですね。しかしオートビーに対してリフヘッド撃墜。これまだまだいけるんですね。そうですね、まだまだいきます。オークス3ならリフで即死がまだできる。そうですね。あと上を使えるのか。あとダッシュに掴まれる。あと今日離れる回避を読まれている。そうですね。一戦読みが本当にうまい。変化低かったですね。はい、普通にね、空中、転がる位置だとスピード倒せるのが多い。さあ、崖待ち。焦ってしまう。これは、落ちる位置に空中へ。ジャンプに残れないですね。はい、まだジャンプはない。これは着地、失敗してしまった。DA が当たったが、元上投げ。クリバイ。さあ、ゲンプを狙う。クリバイ。おーと。さあ来るのかな。あーっと捕まれる。あーミュさすがにミュー電動は立ち回り。あーっとーこれは低い。このまま死ぬのかな。これは戻れない。2試合目を制したのはミツキング。はい、今日も会場が沸きます。 USA コールです。 USA コールですね。まあある程度分かってたんですけどね。はい、あのまあ終点でしたら、まあ、通りたおっとスタジアム、なるほどスタジアムですからマルシャンとかね、フォックス出そう。はい、最近こそフォックス対決に、はい、自信があるミツキング。あ、そうなんですね。はいはい、なるほど。まあ、特に2試合、Yo, I'ma keep this brief. Real brief. You ain't gonna beat me in that ring this Sunday. You can't, Techno.I don't give a damn if you were undisputed champion. Apparently, the only way you can beat me is to climb out of a cage or let some dark-ass Nigerian spear me through a chamber pot. But at the throne, I'm gonna show the world why this Dragon Gate belt belongs around my waist. Jay Franklin.You dig? Jay Franco, you're right. I haven't beat you yet. But that doesn't mean I can't beat you. You see, I am the Two Tech Superstar. And I will show you and everybody else a new Techno Tank Jr. Y'all may think y'all know me, but y'all haven't seen anything yet. I am the most advancedSuperstar, the most evolutionized superstar, the most adaptable superstar in this business. And this Sunday, while you're attempting to whoop my ass, that Dragon Gate Championship will be on the line, and I'm going to show you exactly who is going to sit on the throne at Head to the Throne. これは撃墜になるか。おっと戻るか。あとこれ不吉阻止うまいんですけど、本当に水木が不吉阻止がうまいですね。そうですね。さあまだまだノーダメージのレフェンと言ってる間にバー入る。